テネレッツァ。セリウス、お仕事はもういいの？うん、クロアさんがいれば僕の出る幕なんかちっともないよ。そんなこと言ってちゃダメだよ。全部取っちゃうぐらいの勢いじゃないと来月のアルタール行きに間に合わないぞ。教皇様にお礼を言うついでに故郷に錦を飾るんでしょ？錦だなんて、そんな。それより言ってね、その後のシエンツァーはどうしてついてきてくれないんだい？シエンツァーは魔法帝国、今や世界一有名な魔法使いエスペランサのテネレッツァーが伝説の魔石と共にやってくるとなれば、みんな大歓迎してくれるよ。ビルトゥ様も楽しみにしてるよ、きっと。あのね、セリウス実はあそこ私の故郷なの。ああ、やっぱりそうだったんだ。テネほどの魔法使いだもの、シエンツァ出身としか考えられないよ。バレてたか。だからまだちょっとママに合わせる顔がないかななんて。何言ってるんだよ、ちょうどいいじゃないか。それこそ故郷に錦だよ。これ以上立派な娘はいないよ。きっとお母さんも喜んでくれるさ。だってさ、私のイエゼリーユってこれまたとびっきり恥ずかしいのよ。だから恥ずかしくて恥ずかしくて、とてもとてもまだ。前にも言ってたけど、その恥ずかしいことって一体なんだいってね。そのね、逃げ出しちゃったの。ママが探してきてくれた結婚相手から。ものすごくいいところのお坊ちゃんで、性格もすごく良くて、とっても美男子らしいんだけど、そんな大切なことをママに押し付けられるのが嫌で。結婚…ところが、私が嫌がって家出しちゃったもんだから、その人、かわいそうにお父上に。ものすごく…いいところの…感動する…感動…のお父さんって偉い？ちょっと偉いかも。あ、ひょっとするとテネのお母さんも実はとても偉い方？まあ。セリオ・ル・アルターレ8世。カリタ・デ・テスタベルデ・メロビー。神聖都市アルターレの失恋皇太子殿下、シエンツァ魔法帝国の放浪王女。私、別にその相手のことなんか全然知らなくてね。それでその、ママが横暴なのが気に入らなくて、それでその。そうだったんだ。じゃなくて、僕も知らない人と結婚させられるのも少し嫌で、だからこれもまたいいかなとか思って修行に出たんだ。だからその、てね、それじゃあまるで君がカリタ姫みたいじゃないか。は？君はエスペランサのテネレッツァーだろ。そうだよね。そう、私は魔法の何でも屋エスペランサのテネレッツァ。そんなジャジャウマ姫なんか知らないよ。僕もそうさ。僕は炎の魔石森の騎士セリウス。そんなみっともない皇太子なんか知るものか。
セリウス、テネレッタ。おや、女帝、こんな田舎町に自らお出ましたわ。やはり娘は可愛いと見えるな。皮肉を申されますが、愚かな子の可愛いの世の常でありましょう。なるほど、だからエスペランサをくれてやるのか。さあ、何のことです？もうあの子は手に入れておるぞ、エスペランサを。そう、ここに住む人の心を。されど、かのお方まで手に入れるとは。さすが帝の娘よの。皮肉を申されますなという。ロボ、力添えありがとう。何言うてんねん、あんたとうちとの仲やないか。それに今回のことは全部あの子の力や。うちの出番なんか一つもあらへん。では静かな森へ帰りますか。いや、こんなおもろい見物そうはないよって。もうちょいあの二人にくっついてよかと思てる。拙僧と同じじゃな。なんと、アルターレもいつまでも太教皇不在では学校がつかないでしょうに。王女を使ってヒーズル交易都市を手にする、シエンツァほど格好悪くはないな。意地の悪い。これからが楽しみじゃの、ビルトゥーテ。はい、太鼓、ロロも、いえ、二人をよろしくお導きください。うん、魅力尽くそう。任しときいな、いつかってワクワクしてんねんから。な、ジジイ。そうじゃな、カワモリ。人の心を手に入れる、それこそが魔法。カイタ、いえ、テネレッツァ、頑張って。交易都市エスペランサの繁栄は今に至る千年続いている。繁栄の礎を築いたのは伝説の偉人、第12代大統領セリウス・アルターレ。神聖都市アルターレの元皇太子は、信仰の商業の町に風格と落ち着きをもたらし、近隣の大国との間に良好な関係を築き上げた。またその高潔で穏やかな人柄で史上類を見ない人生を敷き、人々の心にはゆとりと安らぎが生まれ、もちろん交易都市としての証券を世界中に拡大、エスペランサを黄金流れる街、世界の心臓と呼ばれるまでに栄えさせた彼の右腕、商務長官を忘れるわけにはいかぬ。商務長官の名は魚血カリタ・デ・テスタベルデ・アルターレ。魔法帝国シエンツァの元第一王女にしてセリウス大統領の愛妻である。町人の結婚式にはかのご夫妻のようにと二人を模した置物を贈る習わしが今も残る。年が明ける。今年もエスペランサでは伝統の花祭りが行われる。祭りでは町のシンボルとなる年若い娘を選ぶ。彼女はその年一年皆の愛情と敬意を受けつつ、町の平和と繁栄を祈り続けてゆく。町一番優しい娘に捧げられるその尊称はテネレッタ。